こんにちは。今日ですね、午前中ちょっとパソコン作業をしてたらですね、どこからともなくいい匂いがしてきまして、香ばしい感じで、なんかバーベキューでもやってんのかなみたいな、近所で思ってたんですけど、まあ今日平日だし、なんか近所の人料理してんのかなと思ってたらですね、キッチンの方から急にパンパンって落としまして、あれなんだろうと思って行ったらですね、ゆで卵が爆発してました。ゆで卵作ってるの忘れてですね、空だけになっちゃったんですね。ゆで卵作ろうと思って、それで一回沸騰したんで蓋取って、いつもならそこでタイマーかけるのに忘れちゃったんですね。で、水が蒸発して今度は卵だけが熱せられてですね、爆発したんですね。1個びっくりしました。危ないです。もういつもなら部屋から出てるタイミングだったんですね。たまたまちょっとやることあってパソコン作業してたんですけど、危なかったです。今度から気をつけたいと思います。卵5個ダメになってしまいましたね。ですね、まあ一応老化現象ということで気をつけたいと思います。いや、老化現象っていうかね、僕たまにあるんですよね、体だき。気をつけないと本当危ないですね。そして今日はですね、シングルドラッグちょっとやってみますけど、せーの、僕はこの形で覚えてるんですけど、テキストによってはですね、アクセント書いてなかったりとか、まあアクセント書いてないのでこんな感じ、ランタン、あとはちょっとリズムが違ったりとか、こういう形で返したりとか、まあいろいろあるんですけど、まあそんなのはあまり大事なことじゃないので、この手順ですね、左左して右左、右右して左右、シングルドラッグで、僕が一番馴染んでるのはこの、なんでかわかんないけどこれで覚えちゃってるんで、シングルドラッグって言ったらこういう感じでやっちゃいますけど、今日はですね、この手順を使って、フィルの練習ということで、その前にですね、元ネタがあるんですけど、ワン・ツー・スリー・フォー、こういうリズム、タッタタン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 チャン、ギリギリまでいっちゃうとタタン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 タジャーンですね。タタン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 タジャーンなんですが、このシングルドラッグの手順を使うと、このタタンというところが右左左右、ちょっと説明が変ですね。なんていうんでしょう、装飾音符を抜かした、あ、まあいいや、まずやっちゃいましょう。僕の言いたいのは、このシングルドラッグ、この手順を、16分音符にはめると、いうことです。それでもう譜面に出した方が分かりやすいと思うので、やっちゃいますとですね、前の小節の4拍目の裏から、いう感じで入りましょう。トゥンチュッチャッチュッタ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 、ウラッタン、間違った、ウラッタン、あれ、ウラッタン、ウランタン、ウランタン、あ、すいません、ちょっと間違えました。トゥッタッチュ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 ッ、まあそういうことです。ダメですね。譜面
を出した方が分かりやすいですね。まあ譜面今もう出てると思うんですけど、もう一回いきますよ。ドッドッタッドッドッタ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 ッドリバウンドを取ってあげる、してドラッタン、ここが大事なんですね。で僕ね最初ね説明したかったの今のところなんですね。タタン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 、これをまず最初的ちゃんとできるようにしようっていう話をしようと思ったのに、ちょっと頭がこんがらがってですね、おかしくなってしまいました。タタン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 、これもほら左手打ったらバウンド、で次左から今度右手、これがね結構難しいんだけど、一回このリズム覚えちゃうと、リズムっていうかの動きをね覚えちゃうと比較的やりやすいです。スピード上げやすいです。タタン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 、これにトゥルってつくんですね、装飾音符が。ただ装飾音符は例えばシングルドラッグ、もう一回戻りますけど、やるときトゥラッタントゥラッタンなんですけど、このトゥルは装飾音符というよりもちゃんと打ちます。で16分音符、1個をですね、2つに分けて、タカタンタン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 、あんまり細かいこと説明しようとするとですね、わけわかんない話になってしまいますので、要はこうです。タッ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 、あ、間違った。また、勝手にアレンジしてしまいましたけど、ギリギリまで入れると、トトタトトトタトトラタ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 ンチャンス。で、これ今前の小節から入ってますけど、ドア玉から入ると、トトタトトトタト、タカタンタン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 チャンスね。これギリギリまで引っ張ると今みたいに次の小節の頭左手になっちゃうんで、実際使うときは僕の場合はここで切っちゃいますけど、まあ そこはもう好みで、これはもうギリギリまで左手頭に来ても関係ないぜっていう人はもうどんどんギリギリまで引っ張っちゃっていいと思うんですけど、それですね、まあシングルドラッグの一応応用っていう形になってますけど、これ結果論ですから、僕の中ではやっぱ何ていうのかな、ちょっと違うんですね。あ、インコが怒ってます。なんで怒ってるんでしょう。僕の中ではですね、そのルーディメント、装飾音符はやっぱりあくまでも装飾音符なんで、ただその手順を応用したらこういうこともできますよっていう今日話なんですね。だからルーディメントから無理やりこう何ていうのかな、フィルを作ってできましたっていうのは僕はあんまり好きじゃないって言ったら変ですけど、なんて言うんでしょうね、僕の中ではルーディメントよりもそのドラムセットに応用した形がまずあって、これってルーディメントの応用だねっていう、そっちの方が性に合ってるって言ったら変ですけど、ちょっとまた今日もなんかうまく言えないですね、僕の言いたいことが。なんでしょうね、やっぱゆで卵が爆発したので動揺してるんでしょうか。ルーディメントを演奏するわけじゃないんですよ、こうやって演奏してる時って。これを応用してみたら、応用というかこれをヒントにしてみたらこういうフレーズができました、どうですかと。で実際演奏する時は、じゃあここにシングルドラッグのこのあのフィル入れてやるぞとかじゃなくて、これ練習してですね、自分の中にこう入った時、自分のアイテムとしてちゃんと定着してですね、それをアンサンブルの時にこう自然に出せる、それが一番大事ですね。ですのでこの練習パッドだけで今やってますけど、ドラムセットでやっぱり応用してみて、
自分のものにしてからじゃないと実際の演奏ではちょっと使えないっていう。使えるんですけど無理やりつけたものは果たしてそれはどうなのか、アンサンブルとしてどうなのかっていうね、そういう形なんですけど、まあ僕の場合は年寄りなんで、また出たいおじさんの変な何て言うんでしょう、こだわりみたいなね、そんな話にあんまりなっちゃうと、しょうがないので今日はこの辺でやめますけど、皆さんもですね、体気には注意して過ごしてください。僕も本当たまにやっちゃうんで本当に気をつけたいと思います。はい、ありがとうございました。